ジェームズ・パタースンは、アメリカ合衆国の作家。代表作は、犯罪心理学者、アレックス・クロス。他に、マイケル・ベネット、ウィメンズ・マーダー・クラブ、マキシマ・ムライド、ダニエル、ウィッチ・ウィザードや、単独で多くのスリラー作品やロマンス小説、ノンフィクションなども上司している。売り上げ発行部数は3億部以上に上り、電子書籍で100万部が売れた初めての作家として、 ギネス世界記録に登録されている。ホーブスのアメリカで最も裕福なセレブリティにてタイガー・ウッズと同率の9位に選ばれている。1947年3月22日、ニューヨーク州ニューバーグに主婦で元教師の母、イザベル・モリスと保険ブローカーの父・チャールズ・パタースンの息子として誕生。マンハッタン・カレッジとバンダービルド大学の双方を。を 優秀な成績で卒業資学士と修士を取得。バンダービルトでは博士号候補だったが広告代理店への就職が決まった。J. ウォルター・トンプソンでは役員を務めた。1996年に同社を退社し、執筆業に専念。パタースンが最も影響を受けたと後に語った作品はエヴァン・ウェス・コネルが1959年に発表したミセス・ブリッジだろうと述べている。 1976年、処女作、ナッシュビルの殺し屋を上司。ワシントン DC 首都警察及び FBI の元司法心理学者で、現在はフリーの心理学者県政府のコンサルタントでもある、アレックス・クロスが主人公で、パタースンの作品の中で、アメリカ国内ではここ10年で最も売り上げの多いシリーズである。デビュー以来、95作品を上司している。 19作連続でニューヨークタイムズのベストセラーで第1位を獲得しており、一人の作家の作品としては最多の記録としてギネス世界記録に登録されている。アメリカ国内でのハードカバーの売り上げは近年ではスティーブン・キングやジョング・ディシャム、ダン・ブラウンを合わせても届かないとされ、売り上げ発行部数は世界中で約3億冊とされる。 エドガー賞や国際スリラー作家協会賞などの複数のミステリーの賞や児童文学の賞を受賞している。ニューヨークタイムズで大人向けと子供向け双方のベストセラーリストで同時に1位を獲得した最初の作家でもある。フォックス放送のザ・シンプソンズの第18シーズン14はカルコーズに出演したことがあるほか、テレビドラマキャッスルミステリー作家は事件が お好きに本人役で何度か出演している。マキシン、ペトロ、アンドリュー・グロス、マーク・サリバン、アシューイン、サンギ、マイクルで同一、ピーターで本ラとの共著作品も複数あり、共作することで新たなアイディアや面白いストーリーを思いつくことができるという。2009年9月、2012年末までに大人向けの作品6作と、 ヤングアダルト作品6作を単独もしくは共著で執筆する契約にサインした。ホーブスは契約金が最低1億5000万ドルに上ると報じたがパタースン側は正確ではないと反論した。2016年12月に雑誌ホーブスでアメリカの有名芸能人やスポーツ選手等がリストアップされているアメリカのセレブ億万。 長者番付において資産7億ドルで7位にランクインした。私生活では妻のスーザンとフロリダ州パームビーチに住んでいる。1998年に息子のジャックが誕生。カトリック教徒である。ありがとうございます。